遺体をご遺族のもとに送り届ける、それが私どもの仕事、国際霊柩送還です。国際霊柩送還し、それは国境を越えて個人を遺族のもとに送り届けるスペシャリスト。すぐ綺麗にして男前にしてあげるから。私は新たな職場で完全に騙されました。いつまで吐いてんだよ高木凛子。テロって、あの子どうなってるの。必ずお会いできるようにいたしますので。子供が生まれる前に死んじまうなんて。内閣総理大臣です。ご遺体が行方不明なんじゃと。ご両親なんですが、ご遺体はいらないそうです。もうとっくに親子の縁を切ってるんですよ。ご遺体返しなさいよ。 Get the hell out of here。 ご遺族にとって手は顔の次に大事な思い出だから。まるで亡くなった人を蘇らせてるみたいに思えて。お願いします、日本に連れて帰らせてください。愛されてたんですよ。よく頑張った。お帰りなさい。せめて最後のお別れをさせてあげて、とことん悲しんでもらう、それが私たちの仕事。大切な人にお別れも言えないなんて辛すぎっちゃう。エンジェルフライト、見られるのはプライムビデオだけ。